はいどうもこんにちはこんばんは、ゼルフィーでございます。ということで、まあ、今回はなんですけど、多分この動画ね、まあ、僕の動画にしてはめちゃくちゃ短い動画になると思うんですけど、なんとですね、まあ、このデッドプールの、部屋にちょっと変化があって、見てほら足が出てんのでですね、まあ、あとはこのウィーク2のやつが来てて、デッドプールの牛乳パックを見つけるっていうのが来てるんですけど、これはですね、ここを押すだけです。はい、見つけました。そしたらですね、どうなるんだ？ほらね、あとなった。本部周辺で、デッドプールのチミちゃんがを見つける。これやっていきましょうか。チミちゃんが、これかな？多分これですね、チミちゃんが。はい、見つけました。これ何個もあんのかな？これはクリアしたのかな？あ、なんかたくさんあるっぽい。多分今のがチミちゃんがで、さっきのが1個目なんで、ちょっと探しましょうか。他どこにあるんだろう。ちょっとこっち行ってみようか。いろいろ多分探せばあると思うんですけど、ここかな。なんか適当にこうやって言ってれば、このアニメーション毎回流れるのうぜえな。ねえねえねえ、ちょ、僕これ一回見たって。で、なんでスキップできないの？ふざけんじゃねえ。あった、これだ、これだ、あれ？なにこれ？取れないんだけど、なんか取れないんだけど、これだよね、さっきと一緒だよ、これ。これ、あれ？取れない、取れない、取れない、なんかこれ順番あんのかな？じゃあちょっとここ行ってみよう。あ、取れる。あ、めっちゃ取っちゃった。めっちゃ取っちゃった。ここ取って、ちょっとさっきの、さっきと同じだったよな。あれ？これで行けたりするかな？あ、行けた行けた行けた。おお！ということで、こんな感じでクリアすると、このクエストがクリアできて、で、こんな感じでスプレーがもらえます。でね、まあ、こんな感じで、もうこのクエストめちゃくちゃ簡単なんで、今のうちにね、まあ、このクエストをクリアしておいて、まあね、皆さんデッドプール最速で入手しましょう。まあ、僕もね、ちょっとデッドプールの動画伸びたんで、こんな感じで、チャレンジの、動画出していくんで、チャンネル登録とかしておいてください。ということで、ちょっとね、僕にしては短い動画なんですけど、まあ、たまにはいいでしょうということでね、まあ、編集も、まあ、楽で、まあ、たくさんね、まあ、動画が出せるということで、まあ、こんな感じで、今回は、まあね、サブ動画として見ていく、この動画。サブ動画。今日のサブ動画です。はい。サブチャンネルにあげろよっていう話なんですけど、まあ、フォートナイトの動画ね、まあ、こういう系の動画をメインで出してるから。ということで、以上、ゼリフィーでした。バイ。